さらちゃんブレイクスーツ上げらして今回なんですけれども、嫌味にならない気づかれずに自分の印象を良くする方法をご紹介していきたいと思います。皆さん同性異性ともに相手に気づかれず自分の印象を良くする方法があったら知りたくないですか？というわけで今回はそんなとっておきの誰でもできる超簡単な方法を伝授させていただきますので、ぜひ仕事恋愛友人関係でご活用していただければなと思います。というわけで早速いきましょう。これアリゾナ州立大学研究なんですけども、124名の男女の会話を観察して魅力が高い人の会話の特徴を調べたものがあります。その結果最も好感度が高くなった人の会話の特徴は第三者を褒めていただくことが明らかになりました。よく相手からの印象を良くしたければその相手自身のことを褒めてあげればいいじゃないかと思いがちですが、実はその場にいる人のことを直接褒めるよりもその場にいない人のことを褒めた方が自身の印象が良くなりやすいんですね。これなんでかっていうと、その場にいる人のことを褒めるとどうしてもごますりみたいな印象を与えてしまうからです。しかしその場にいない人のことを褒めると全く下心を感じないため、その話者自身が他人を褒めることができる極めて余裕のある人だという印象を与えることができるんですね。さらに驚くべきことに、その第三者を褒めた時の形容詞がそのまま自分の印象にすり替わるという効果があることまで判明しております。つまりヒカキンさんって動画から優しさがにじみ出ててめっちゃ好きなんだよねというと、その話者自身が優しい人間だと思われるようになるし、彼って本当に奇抜な発想をするから面白いよねとか言うと、その人自身も面白くてセンスがある人だと思われるようになってしまうんですね。まとめると、自分の印象を最も簡単に上げることができる方法はその場にいない誰かを褒めることであり、さらに自分が優しい人間だと思われたいのであれば、彼っていつも気配りしてくれて本当に優しいんだよねとか言うと自分まで優しい人間だと思わせることができるということです。また褒める対象に関してですが、これに関しては共通の知人が一番いいです。だって全く知らない人のことを褒められても何が何だかよくわからないんでね。またもし共通の知人が一人もいないよという場合は、芸能人やタレントなどの優しさ知性を感じるエピソードなどとともに褒めるということをしてみても非常に好印象だと思います。そして皆さん、ここまで話した内容からお察しの方も多いかと思いますが、逆に相手からの印象を最も下げる会話の特徴は金口を言うことです。例えば、あいつって本当性格悪くてうぜえよなって周りに言いふらしているとあなた自身が性格悪くてうざい人間に見えてしまうということです。ただし例外が一つだけあって、オクラホマラヤ研究によるとお互いが共感している金口に限っては親密度が 33% 上昇するという調査があります。つまりお互いに A 君の性格が悪いと思っている状況で A 君ってマジで性格悪いよなって金口でお互いに盛り上がると逆に親密度が 33% 上昇するという例外もあるとのことです。ただしこれはあくまでも例外で、相手が A 君に対して悪印象を持っていない場合はただただ自分の印象を悪くしてしまうギャンブル的要素を含むので、基本的には第三者を褒めるということを徹底するのが無難だと思います。しかしこちらの第三者を積極的に褒めるというテクニックを用いてもある決定的な要素は欠けている限り、ほぼ確率に同性異性ともに良好な人間関係を築き上げることはできません。じゃあそれは何なのかというと清潔感です。シドニー大学研究のモテない要素第1位は不潔だらしない服装であることは分かっており、顔の造形的な美しさなんかよりもはるかに同性異性からも嫌われる特徴であることが判明しております。また見た目が悪いだけで障害賃金が5000万円近く減少するという研究もあります。そのため特に肌の清潔感だけでも保っておくことが非常に重要なんですが、例えば毎朝ヒゲ剃りしたりするのってめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。というわけでそんな時間の無駄もなくして女の子にもモテたいぜという欲張りのあたりおすすめのサロンがこちら、ブルーコーメンズクリアーこちらのヒゲ脱毛サロン、前回僕も来店させていただいたんですが、施術してくださった方も親身になってアドバイスしてくれましたし、何より施術がスピーディーかつ脱毛特有の痛みも全くなく、さえさえにこの前の施術から1年程度経過したんですが、あれ以来全く痛みもないですし肌も全く荒れておりません。ヒゲ脱毛ってすごく痛そうで嫌だって思っている方も多いかと思いますが、メンズクリアや毛の元に熱を加えた後にマイナス4度まで冷却する最新マシンを使用しているので痛みが非常に少ないです。さらに無制限で通い放題ということもあり、実際に脱毛サロンに通った男性2000人へのアンケートでなんと人気ランキング堂々の1位に選ばれているんですね。さらに今回なんとブレイクスーツアクチャンネル特別に動画の概要欄にある URL からお申し込みされた方はなんと通常価格 25,200円から 96% オフの980円でヒゲ脱毛6カ所のトライアルサービスを受けられます。さらに万が一効果を感じなければ返金保証もあるし、すごくお手頃な金額なので非常に安心です。ただしこの価格は赤字レベルということなので、各店舗先着30人限定のサービスとなっております。予約は定員達し次第すぐにキャンペーン終了となりますので、今すぐ概要欄からポチってみてはいかがでしょうか。他にも無料のカウンセリングだけの予約や VIO トライアルなどもあり、今なら通常6600円するモテコスメ肌クリアのお試しのプレゼントもあるとのことですので、この機会にぜひ概要欄から試してみてはいかがでしょうか。というわけでメンズクリアでツルスメの清潔感のある肌を手に入れて、第三者を積極的に褒めていくという神テクニックも利用して、俺みたいに仕事もプライベートも充実した人生一緒に送ろう。